京の日本武道館で行われています第18回日本インターナショナルダンス選手権大会、2日間にわたる大会の最終日を飾るプロモダン部門の決勝が間もなく始まろうとしています。こちらには元全日本モダンチャンピオンの篠田忠さんにお越しいただいております。こんばんは。こんばんは。いよいよですね、篠田さんはこの13回の大会で優勝されているんです、はい、さて篠田さん、昨日のですね、プロラテン部門では北条組の圧倒的な強さが印象的だったんですが、はい、これから始まりますプロモダン部門決勝の見どころは。はい、そうですね、まずはじめに昨年度のチャンピオン田中組がですね、はい、なんと今回はイギリスよりですねニューパートナーアデル・プレセンの組を引き連れての日本でのデビュー戦に当たります。はい、そしてですね、本大会において優勝の経験を持つ天野組がおりますね、はい、そしてイギリスからの初出場のカップル、全英選手権のセミファイナリストのトニー・ドックマン組、はい、それとですね春のスーパージャパンカップにおいて新チャンピオンに輝いた檜山組などが初めて同じフロアで戦うことがとても楽しみじゃないかと思います。初めての接戦ということになるわけですね。楽しみですね、はい、さあ全144組から選ばれた6組のファイナリストによります決勝、いよいよ始まります。さあ参りましょう。ソロ競技のワルツです。The 1997 プロモダン部門選手のワルツです。篠田さん、このワルツ、昨日のラテンと同様に前半の16小節が規定のステップ、後半が自由なステップ、はい、ここでは規定のステップを中心にご覧いただくわけですが、魅力そして、見せどころは。そうですね、まずワルツの特徴はエレガントであること、そして振り子のようにゆったりとこう揺れることですね、はい、体を本当に投げていく、そのためには足首膝などを柔らかくしてソフトにこう動く、それが大事ですね。この田中組も綺麗ですね。そうですね、今回初めてパートナーもカップルを組んでまだ間もないんですが約4ヶ月ですね。そうですか、カップルバランスもいいですね。綺麗ですよね、はい、黒のドレスもよく似合ってます。女組ですね、このカップルは明るさが特徴なんですね。パートナーは とてもチャーミングでして、今日は淡いドレスを持ってきてます。綺麗な色ですね、のみのみ踊ってると思いますよ。やはり規定種目というのは一番最初なわけですから緊張されるでしょうか。そうですね、このソロ競技は緊張します、しかし一組で踊るというのは気持ちいいです。あ、そうですよね、フロアをたっぷり使えますものね、開放組ですね。今日は初のこのファイナリティです。あ、そうですか、じゃあドキドキしてらっしゃるでしょうか。もう表情を見ていただけるようにとても明るくて、自信持ってますよね。ドレスの色も印象的です ね。トニー・ドックマン組ですね、この組は海外での経験も多くて本当に実力のあるカップルです。ドレスも白くてよく似合ってますね。首からこう背中へのスカーフの動きが綺麗ですね、はい、本当に体の動きがですね、はい、ドレスを通してこのように出てくるんですよ。ですから動きが悪いとやはりドレスも踊らないと。なるほど、はい、ドレスだけ見てても踊りが分かりますよ。あ、そうですね、檜山組ですね、このカップは今年の春の国内の大会で初のタイトルを取りまして、現在も海外のコンペでも活躍しています。今日も赤の色を持ってきましたね。男性もこうスラリとしてらして、どこか貴公子のような方ですね、やはりこのテールコートがですね一番似合うっていうのは大事なポイントです。
今日もいいんじゃないでしょうかね。はい、天野組ですね。もうこの大会では数多くの経験を持ちまして、一昨年ですか、優勝してますね。ベテラン。はい、今日もゆったりと踊ってます。上品なカップルですね。はい。